ということで皆さん、最新179話見ましたでしょうか。第179話を一言で言うとすれば四つどもえでしょうか。衝撃の展開でツイッターのトレンドにもクロールした領域展開が乗るほどエグい展開でした。ということで今回は呪術廻戦最新179話について徹底考察していこうと思います。本考察動画は本誌単行本で179話を見た方への内容となっておりますので、必ず一度お読みになってから閲覧するようお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第179話のタイトルは仙台コロニー6。前回178話ではリカが権限し、リカの能力や詳細が判明、そしてラストには領域展開の三重奏が。そんな中で注目の第179話は予想だにしない展開になります。そんな179話の考察テーマは大きくですね、領域展開の押し合い、クロール氏の復活のわけ、領域展開への三重奏は可能、領域勝負になれなかったわけ、うろたか子は死亡、石郷龍太王骨ゆた、ポイントの譲渡。それでは考察をお楽しみください。まずは領域展開の押し合いに関してです。第179話のメイントピックは領域展開の押し合いになるんですけども、冒頭から新情報が続々と明かされました。領域の押し合いになればそれぞれの必中術式は打ち消し合う。この意味を解説します。作中ではこれまで2度ですね、領域展開の押し合いがありました。1度目は五条悟の無領空状態上後の外観的戦。ただし五条悟の方が圧倒的に洗練された領域展開だったので、領域展開の押し合いでは一気に押し切ってしまい、押し合いと呼べるものではありませんでした。2度目は渋谷事変でのダゴンのタウン編成対伏黒の看護案。これはまさに押し合いと呼べるにふさわしく、それまで必中化していたダゴンの術式シルリュウグマですね、次々とナナミや全員ナビと伏黒当時に対応されるようになりましたよね。このように押し合い中は必中効果がなくなります。押し合い中にイニシアチブを肋骨に譲らないために、リカを結界内に入れない。ちなみにこの第179話の説明はリカを領域から締め出そうとする色と石郷龍の思惑だと思うんですけども、領域展開は中から外に出ることは基本的に不可能なんですけども、外から中に入ることは簡単とされています。幼魚と坂町編では真人の事変鈍化にイタドリが侵入、渋谷事変ではダゴンのタウン編成に伏黒が侵入していました。なので領域から締め出されたリカも能動的に領域展開に侵入できるんじゃないかなと思っているので、この辺の設定はちょっと謎。第179話最大のサプライズは何といってもクロウル氏の復活。これは誰が予想していたか。そもそもクロウル氏といえば第175話でのお骨ユタとの一騎打ちの勝負にて、乱小刀でお骨の肩に卵を産みつけて左肩を破壊するも、最後はお骨の反転術式で瞬殺されましたよね。しかし今回第179話で登場したクロウル氏は別のクロウル氏だったんです。そもそもクロウル氏といえばジジュレ、無限の食欲を持ち食べただけで単位生殖を行う。そしてその最大の特徴が単位生殖。本来生物とは交配を子供を産むことができるんですけども、クロウル氏はそれを無視して単独で生殖繁栄が可能。そう、乙骨に反転術式で払われた親のクロウル氏ではなく、単位生殖の末に生き残った子がクロウル氏として登場したんです。そして生き残ったクロウル氏の子には再び日本全土の G への威風が集中し、特級呪霊として権限。つまりプレイヤーとしてのクロウル氏は死んだんですが、呪霊としては生きていたんです。そして最終的には子供のクロウル氏は乙骨に払われてしまったんですが、単位生殖ゆえにですね、実は単位生殖している他の子もいたという展開で、さらなるクロール氏が今後登場する可能性もあり得ます。そして今回大注目の領域展開の三重奏だったんですけども、領域展開について新たな情報が明かされましたよね。それが三種による領域展開の難易度。そもそも領域展開の押し合いは五条悟の無領空所対上後の外観的戦、ダゴンのタウン編成対伏黒の看護案相手のように術師2名によって行われたものでした。しかし三者間での領域展開の押し合いになるとめちゃくちゃ複雑で、結界が崩壊しやすいことが分かりました。具体的に結界崩壊の要因となったのは2つあります。1つ目が体内条件と体外条件の相違です。同時に領域が展開された時、より洗練された術がその場を制するんだ。相性とか磁力量にもよるけど。第15話にて五条悟対上後で明かされた二者間での領域展開の押し合いのルールによると、より洗練された領域展開がその場を制する、領域展開の相性にもよる、磁力量にもよる、以上の3つのルールが判明しました。しかしこれはあくまでも二者間でのルール。三者間での領域展開の押し合いになるとめちゃくちゃ複雑で、うろたか子、石郷龍、おこついたの領域展開をする時の領域内の条件、そして領域外の条件がそれぞれ違うことから、3人の領域展開が崩壊してしまうとのことです。うろたか子と石郷龍はリカの侵入を防ぐために、本来結界への侵入を特に拒まない領域の外から内への壁を強化していましたよね。対してお骨はリカを入れたいから外から内へ入る壁は特段強化していません。この時点で3者の領域展開の対外条件は違っているんです。つまりウロと石郷がリカの侵入を防ぐために結界の壁を強化したことで、結果として領域展開が崩壊したという意味です。2つ目の条件が予定外の侵入者。これはもう皆さんご存知の通り、ジージュレイことクロウル氏、単位生殖によってこのクロウル氏が特級クラスに成
成長を遂げたことで領域内に侵入してきて、これで結界が崩れてしまいましたよね。という感じですね、領域展開は崩壊してしまったんですけども、個人的に思うのはですね、仙台コロニーでの領域展開の30層の失敗は完全に伏線。失敗があるということは今後の成功があると言い換えることができます。近い将来、死滅回遊にてメンツは誰になるのか分かんないんですけども、領域展開の30層が実現されると思ってます。ただし落っこす石氷ウロでも無理だったので、おそらく領域展開の30層が実現されるケースは五条悟や宿儺クラスの術師がちょうど3人揃ったケースに限定されるのかなと思われます。これは皆さんめちゃくちゃ気になってるのではないでしょうか。それが領域展開の激突にならなかったわけです。期待していた方からすれば肩透かしを食らったような展開でしょうか。ではなぜウロタカコ、石郷流、おこついたの領域展開の押し合いにならなかったのか。結論から言うと、メタ的な考察ですが、賢弱戦への温存でしょうか。そもそもおこついたは2017年の1年時から大きく2つの変化があります。1つ目に理科の取得、2つ目に領域展開です。このうち理科については前回178話でほぼほぼ完全に秘密が明かされましたよね。理科とは等級過剰量織本理科が成仏後にお骨のために残した外付けの術式と重力の備蓄。そしてお骨は理科と接続すると5分間だけ術式コピーが使える。理科の完全圏外、理科から重力供給が可能となるというのがですね、理科の正体と能力。そして前回178話のラストの1コマでは石郷流のドラムに合わせてウロタカコとお骨、石郷流の領域展開の30層となるはずでしたが、この仙台コロニーでお骨の領域展開まで披露してしまうと、お骨の全ての能力を公開することになってしまいます。対して賢弱はまだ何も手の内を明かしてません。ざっと賢弱がまだ明かしてない情報を並べると、賢弱の本来の術式である脳を入れ替えて肉体を乗っ取る術式の詳細、領域展開、呪霊操術の極の番渦巻きで抽出した無意伝編以外の術式、呪霊操術で操れる特級クラスの他の呪霊、また肉体を乗っ取る術式はですね、新たな肉体を得ることで元の肉体で使えた術式が使用不可能になるとのことなんですけども、公式ファンブックによるとですね、賢弱は対策を打っているとのことなので、ゲトウスグルの呪霊操術以外にも賢弱は虎取雄二の母親やカモノリとしての術式も使用可能だと思われ、その詳細もまだ明かされていません。ざっとこんな感じですね。あまりにも賢弱はですね、未判明事項が多すぎるんです。もちろんですね、おこついたは理科と領域展開を披露しても術式コピーを使えるので、コピー次第ではどんどん新しい技を引き出しとして出すことはできるんですけども、それでも賢弱の未判明事項と比較するとあまりにも情報を出しすぎる感が否めない。今後ですね、おこついた対賢弱の一騎打ちを想定し、おこつ対賢弱の領域展開の打ち合いを最大限に盛り上げるために、今回の仙台コロニーでは領域展開を温存させたんじゃないかなと思ってます。もちろんですね、こちらはメタ的な考察になります。そしてこちらも気になる人は多いんじゃないでしょうか。それがウロタカコの生死。第179話、クロール氏の復活によって乱傷と叩き込まれ、ウロタカコは腕を食いちぎられます。さらにウロが反転術式を使えないように理科に腕を持ち去られ、最後は石郷龍がグラニテブラストでウロタカコを吹き飛ばす。こうしてビルに叩きつけられたウロタカコは倒れてしまうんです。ではウロタカコは死んだのか。結論から言うと、ウロタカコは生きていて再び戦線に復帰。最大の根拠は石郷龍に5ポイントが加算されていないからです。復活したクロール氏はもはやプレイヤーではなくただの呪霊でしたが、ウロタカコはプレイヤーでありグラニテブラストで死んだならば5ポイントが石郷流に追加されるはず。しかしポイントが追加された様子はないので、おそらくウロタカコは死んでません。とはいえウロタカコは戦線復帰しても満身創痍の状態です。クロール氏に腕を食いちぎられてしまい、肝心の腕は理科が所持している状態。さらにはそもそもウロタカコが反転術式を使えるかどうかも分かりません。となると想定される戦線復帰のケースは、死を悟ったウロタカコが最後の力を振り絞って悪あがき的に乙骨や石郷流の邪魔をするというようなケースだと思われます。では次回以降の展開はどうなるのでしょうか。クロール氏は今度こそ死亡、ウロタカコは死んでいないものを何かしらの悪あがきをする程度で、実質ですね、おこついた対石郷流の一騎打ちになりました。では2人の一騎打ちはどうなるのか。大きく2パターン考えられます。まず1つ目が領域展開で決着、2つ目が術式で決着です。まずは領域展開での決着について、確かに領域展開の30層は失敗に終わったんですが、とはいえですね、もちろん次回108話でおこついたと石郷流が今度こそ領域展開する可能性もあります。3社ではなくとも2社では可能で、シンプルに2人の領域展開の押し合いとなる可能性も十分ある。ただし領域展開は莫大な呪力を必要とするので、乙骨も石郷流も一度領域展開を使った後に連発するのはさすがに厳しいんじゃないかなと思ってます。次に術式で決着、乙骨の術式は未だ回復していない。現状乙骨はウロタカコと同じように領域展開直後に術式が焼き切れてしまって術式を使えません。ちなみに渋谷事変での虎取、東堂対真人でも同じようなシーンがありましたよね。真人が一時的に無意天変が使えない状態になっていたからこそ、真人は無意天変ではなく黒線で
凍土を攻撃していました。ただしですね、石氷竜は術式が使えなかろうが呪力を放出する術式と同等の攻撃ができる模様です。なので石氷竜と領域展開はめちゃくちゃ相性が良くて、領域展開のデメリットがないに等しいんです。ではお骨はどう対処していくのでしょうか。結論から言うと、リカと国戦。術式が回復するまではリカが基本的には戦うと思うんですけども、お骨が何もしないということはないと思うので、劇場版で見せたように、そして術式が切れた真人が国戦を使ったように、お骨もですねコピーの術式が使えるようになるまでに国戦を使うと思われます。そしてお骨の術式が回復したら、術式のコピーを使って石氷竜にとどめを刺すという展開でしょうか。どちらにしてもですね、リカの完全権限や術式のコピーは5分間がリミットなので、次回第108話、そして第181話あたりで全体コロニーは終幕すると思われます。そして注目すべきはポイントの行方。事態の収拾には最低でも4回のルール追加が必要だ。賢者は僕が殺す。僕一人で400点取る。第174話にて、お骨が宣言した通り、お骨が仙台コロニーにやってきたのは、ポイントを獲得してルールを追加し、死滅回遊を平定するためです。現状お骨はですね、賢者を瞬殺すべく、単独で4回のルール追加を目指しています。つまり400ポイントを貯めなければなりません。お骨が追加したい4つのルールはこちら。コロニーを自由に出入りできるようになる。連絡手段の確立。キープレイヤーを死滅回遊に引き込む身代わりに、プレイヤーを死滅回遊から離脱させる。プレイヤー間で自由にポイントを譲渡できる。このうち4つ目のプレイヤー間で自由にポイントを譲渡できるは、日車ひろみが第167話で追加済みです。よってお骨ユタが追加したいのはこの3つのルールなんです。そしてタイミングとしては、そろそろ日車ひろみによってプレイヤー間でポイントの譲渡ができるというルールが追加される頃です。となると、お骨ユタが石氷竜を殺す前に日車ひろみによってルールが追加されて、それを聞いた石氷竜が全てのポイントをですね、お骨ユタ託すという展開になるでしょうか。うろたか公についてはですね、もし生きていたとしても、お骨をですね藤原の人間と目の敵にしているので、うろたか公がお骨にポイントを譲渡することはまずないかなと思います。そして現状、黒漆を倒したお骨は40ポイント所持、そして石氷竜から70ポイントをもらえば合計110ポイントとなって、ルールが1つ追加可能になります。という感じで考察してきたんですけども、皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。